やっこちゃん登場。足毛だらけだね。やっこちゃんがお待ちですよ。やっこちゃん、参る。ありがとう。今日は札幌最終日だね。函館と札幌、過ごしやすかったよ。人が気持ちいいや。ところで、今日は足毛が多いね。そうだね、やっこちゃん。お客さんの前だ。応援ありがとうございます。やっこちゃん、ファンサ大事だ。いいぞ。足毛が多いね。そうだね、やっこちゃん。僕は白毛だね。たまに間違われるけどね。初めて会った時は華奢だったの。毛がボーボーでヤギみたいだったよ。そうなんだ。30キロぐらいだったから、50キロぐらい増えたかも。田村さんが世話してくれた回だね。朝シャワーして、調教後にシャワー。別の馬は1回なんでしょう。やっこちゃんは特別さ。ここ汚れてると3回シャワーさ。いつも綺麗にしてくれてありがとう。でもゴシゴシすがったい。そうだと思ってた。でも汚れ残るから綺麗にしてあげないとね。
の時期は本州は暑いから海馬が落ちて心配だったよ。夏バテかな。海馬食べ始めるようになって函館に連れてきてよかったと思ったよ。水場にもと過ごしやすいね。やっこちゃんが快適に過ごせてよかった。チョッキー町、やっこちゃんはお待ちですよ。くるくる。やっこちゃん、今日の生き物は鹿の子、鹿の子こしたんだ。それは何だい。流行りみたい。鹿の子、鹿の子こしたんだ。田村くん、よろしくね。くるくる。集中、集中、全集中。なんだ。8番ブレイブロッカーがチョッキー落とした。乗る前に立ち上がってるのか。集中、集中、全集中。白の呼吸。鹿の子、鹿の子こしたんた。鹿の子、鹿の子こしたんた。やっこちゃん、ハマっているんだね。集中することは良いことだ。やっこちゃん、アイドルフォースオーディション、おめでとう。ありがとう、嬉しいよ。やっこちゃんのぬいぐるみできるんだね。なんだか照れくさいな。えへへ。やるぞ、やるぞ。鹿の子、鹿の子こしたんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。